皆さんこんにちは。プニル役の笹原優です。小太郎役の梅田修一郎です。テレビアニメプニルは可愛いスライムの情報や可愛い企画をお届けするスルバス番組、それがプニルと可愛いラジオ。ねえ、もう楽しすぎて今日梅氏がもうすでにテンションが爆上がりしておりますが、この感想はね、ぜひハッシュタグプニカワーでお待ちしております。私たちと一緒にもっとプニルは可愛いスライムを楽しみましょう。はい、ね、ということでね、もうこれね、撮るの2回目なんよね、すでにテイク2なんですかね。テイク2なんよね。テイク1をね、普通にお聞かせしたいところなんだけど、私は言うよ。あ、いい。小太郎役の梅田雄一郎ですって言ったんだよね。もっと言うなら梅戸雄一郎って言ってた。自分の名前を噛みました。やばい、私びっくりしてさ、もうおもろすぎるやろ。いや、ちょっと、ね、年の数だけ重ねたはずの名前の工場を間違うことあるんやね。すいません。いや、ちょっとね、僕もほらいっぱいこうやってラジオとかさ、そうだ ね収録とかやらせてもらっ て、ね、なんかなんていうの、予想だにしない事態が起きても、うん、大丈夫だったはずなのに、さすがに名前噛むのはびっくりしすぎて今もう引きずってたもんね。初めてだった。いや、初めてだね。名前噛むってなかなかないよね。私は今のところそこまでの噛み方はしたことないかもしんない。だって別人だもんね、梅戸雄一郎。ダメだ。じゃあもう今日は梅戸として。やめてよ、呼びづらいわ逆に。カビプニルのように。ね、梅酒ですからね。はい、ということでついに第1話放送間近ということで、我々ね、僕たちも楽しみにしてるんですけれども、ゆうさん、今のお気持ちをお聞かせください。いや、もうね、梅酒が梅酒で安心してますね。このラジオなんと尺が20分から30分でいいということで、ちょっと喋れるんじゃないかなって思ってるから、うん、すごい楽しみにしてる。お、もうね、好きなだけおしゃべりモンスター。そして、はい、梅酒のこういうポンのコツなところをどんどん世界に発信していきたいなと。いや、やっぱプニってるね、今日も。今日もプニってるよ。今日もプニったね。ちょっとあざとすぎるんじゃない？第1話から飛ばしすぎだよ、放送。いや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 、ね、たくさんゆうさんのあざといところも出していただいて。あー、出るかな、どうだろう。ちょっと梅戸さんぐらいは出ないかもしれないですけど、頑張りますね。もうずっといじられるぞこれは。覚悟していきましょう。いや、第1話が始まるから、うん、これは、まあ、一応直前のラジオになるわけじゃん。ほいほい、そうだね。ちょっとプニルってネタバレってあるの？なんかさ、ネタバレ NG になりますっていうのは聞いてるんだけどさ、うんうん、プニルにおいてのネタバレってなんだろうね。なんかちょっとプニルにおいてのネタバレ。そうそうそう、僕らも知らないところで想像して言うと、うん、もうプニルの誕生の秘密みたいな。あー、いや、そんなのネタバレなんないよ、だってまだ描かれてない。そうそうそう、だから知らない部分で言うとね。あー、なるほどね。とかはな、もしその明かされていたら、まあ、ネタバレになるけど。違うよ、そういうことじゃない。第1話のネタバレってことに決まってんじゃん。第1話のネタバレ。いやープニルって、うん、スライムなんですよ。いや、それはネタバレじゃないだろ。キャラ紹介なんだよ。プニルはスライムの、性別不明のね、うん、スライムの、まるで美少女に見える、うん、とっても可愛らしい存在なわけよね。そうだね、存在だね。だ、女、男、プニル、人間、うん、犬、猫、プニルってことじゃん。そういうことじゃん。そうだね。それはもうネタバレじゃないのよ。ちょっと頑張ってネタバレ探すか。逆にね、逆にこれはさすがに言えないよみたいなことをちょっと探しつつ話していきたいところだね。うん、そうだね。そんな期待の超新星激カワアニメかっこわらって書いてある。かっこわらは必要ないんじゃないかな。かっこわらが超新星激カワアニメびっくりマーク、はい、プニルは可愛いスライムですが、放送はテレ東系列にて10月6日の日曜日23時45分から始まります。お楽しみに。お楽しみに。はい、なんかそうだね、確かに台本に書いてあるけど、ね、ちょっと終わりっぽい雰囲気になりましたけど、すいません、オープニングトークです。ここから始まります。ここから始まっていきますよ。じゃあ早速次のコーナーいきますか。最初のコーナーか、いきます。じゃん、ふつおたのコーナー。なんとね、はい、
このラジオでは毎回お便りを読めるということで、リスナーの皆さんからの投稿が肝心ですから、ぜひどしどし投稿していただけたらなと思います。はい、お便りは公式サイトで募集中です。普通お便り以外のお題もありますので、ぜひチェックしてみてください。なんとなんと、それではね、早速1つ目のお便り参りましょう。ラジオネームアスナさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。はじめまして。アニメプニルは可愛いスライム本当に待ってました、うん、大好きなキャラクターたちに素敵な声がついて動く姿が見られるなんて、うん、放送開始前の PV の時点でもう感動しています、うん、BGM もオープニングテーマもプニルの可愛さが全力で表現されていて最高です、うん、ありがとうございます。絶対にリアルタイムで見たくて、ずっと壊れていたままだったテレビを修理に出しました。おーおーおー、放送開始がとーとても楽しみですということでいただきました。ありがとうございます。もう少し早くテレビは修理に出していいかと思うとっても嬉しい。あのね、だってプニルのために修理に出したわけだからね。そうだね、あの別に不便じゃなかったのかなあーねー、え、梅酒ってプニルっ子じゃないや、あのテレビっ子。プニルっ子ごめんごめん、テレビっ子。そういう意味ではプニルっ子かもしれないけど、プニルっ子か、うん、テレビっ子。テレビっ子ってテレビっ子、あの昔よく言ってたやつ。昔とか言うな、今も言うだろうえ、テレビっ子って言うよね別に。今も言うか。あのテレビをよく見る。そっかそっか。まあでも令和に至ってはちょっとね、サブスクっ子。うわ、そうだね、ネットっ子の方が多いのかもしれないですけれどえ、どう。僕は結構テレビっ子だったかな。今はね、なかなかお家で見る時間っていうのは、うん、まああのリアタイする時とか、まあでもリアタイも配信ですることもね、あの配信とか、やっぱそうか、見ることもあるから。私ね、やっぱ出演してるアニメとかはリアタイする派なんだけど、うんうん、どうしても普段別の何かを見るってなったら、やっぱネットっ子かもしれないね。いや、そうだよね、うん、便利だ。まあ、やっぱよく YouTube で配信を見たり、うんうん、あと配信サイトのその TVer だったり、そういうなんかこう、なんていうの、見逃し配信系、うんうん、よく見ちゃうかも。わかるよ、うん、わかる。アマプラとか、うん、あれプニルの配信サイトは一覧は公式ホームページに載ってるかな、うん、じゃあそんな見逃し配信子たちにも安心だね。安心だね、サブスク子たちにも。でもこのアスナさんのもしかしたらテレビで見たいっていう気持ちはちょっと想像できるというか、うん、あの、うんうんうん、その時に放送されている CM とかも含めて録画しとくとさ、あ、わかる、すごい思い出になるじゃん。あとさ、提供の顔どんなのみたいな、ドギャン、そうそうそう、ドギャンですかって思いながら私見る時ある。わかる。提供のさ、その裏にさ、その文字の裏にさ、うん、とんでもない顔とかが映ってる時あるじゃん。あるある。アニメではよくあるね。あれ絶対遊んでるよなって思うよね、選ぶ人。なんかね、ちょっとループしてたりね。そうそう、なんかさ、ね、この顔を見せたいんだなみたいな、うん、そういうこだわりとかも見られていいよね。あるよね、提供の文字で面白い隠れ方してたりね。わかる、そうなの、わかる。あのちょうどモザイクみたいになってるとかね。提供って目が隠れてたりとか。めっちゃわかるわ、その気持ち。わかるな。そう、なるほどね。いいですね。あの治ってると信じて、そうだね、一緒に楽しみましょう。放送までに治って戻ってきますようにね。じゃあ次、はい、梅酒読んで。あいよ、ラジオネームネギちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ネギちゃんかな。こんにちは。こんにちは。先日ビッグサイトで行われたプニルステージ、とっても楽しく参加させていただきました。キャスターの皆様のお声が本当にキャラクターのイメージぴったりで、今からアニメの放送が待ちきれません。よろしければイベントのご感想などお聞かせいただけると嬉しいです。そのことです、うん、私が一番覚えてるのは、はい、終わった後の、うん、キムスバさんの顔が申し訳なくて見れなかった。なぜなら激推ししたからあのね、我々ね、いつもラジオはね、もう押すという概念なくやらせていただいてますけど、ね、あのね、あのステージというのはね、タイムテーブルがございましてね。だってあんな内容さ1時間でやりたいぐらいの量じゃなかった？だってちょっとね、足りなかったね。シークレットゲストにユミリさんとリサさんが来てくれたわけでさ、本当よ、
して難波くんのえのきさんもね CV が発表されたわけで、その3人のキャラについてももっと深掘りしたいところではあったし、こう演技の秘訣だとかも聞きたかったし、本当だったらもっともっともっと喋りたかったからさ、あれでも頑張った方、しかも写真も撮ったじゃんみんなで。うん、撮った撮った、写真と動画だっけ、プーにいるって撮ったね、言ったじゃん、あれちょっと垂れ込みがあったけど声出すのは恥ずかしかったですって言われた。プニルに合わせてちょっと声を出すのは恥ずかしかったですっていう大きなお友達からのね声もあったけど、まあね、でもみんなやってくれたわけじゃん。いやそうだね、そんな盛りだくさんな内容だったもんだから、うん、我々頑張った方だよねタイム。頑張った方ですよ、なのになぜか5から10押しかな、デッド10じゃ5デッド5って言われてたかな、デッドを5分過ぎたということで、まあ、でも前向きに考えると次のね皆さん鳥だったから本当に ね、いやもう優しかったけど、君そばさんが激推しですって言ってたのがすごく面白かった。いや本当に優しかった。ね、だしね、ちょっと僕さすがに外せない話題だから言うけど、次のさ、そのオハスタステージの、出演者の皆さんが、なんかヨーヨーね、1ヶ月 ?3 ヶ月、練習したのをあそこで披露するっていうコーナーだったらしくて、もうね、緊張してんのに緊張した時間を伸ばしてしまったかと思うと申し訳ねえと思うと同時にちょっと見たかったな。あ、確かに。あ、でも練習できたかもね、いい意味で言えば。その時間ね、デッドまで練習してくれてたのかもしれない。あと5分練習できるって言って練習できたかもしれない。どうだろうな、どっちなんだろうな、どっちかな。いやでもそう、梅酒がね本当に後ろ髪を引かれていた、もう早く控え室戻るよって言ってるのに、見たいねって二人で見たいねとか言ってそわそわずっとしてましたけど、って思ってね。あ、梅酒にマウント取りたいことがあったんだ。私オハスタでさ、ヨーヨー見たんだ。実際見ちゃった。よー見ちゃったな。オハスタ出てるの知ってたんだけどね。私いつマウント取ってやろうかなってずっと思ってた。いやもうちゃんとマウントだよそれ。なんかごめんねと思って。うわいいな。いや朝のね6時ぐらいに梅所に今さヨーヨーやってるよ目の前でって。もう何回言おうと思ったか。いやもう本当にここぞという時に ね言ってやろうと思いましたけど、今ここぞが来ましたんで。ここぞですね。もうでしょ、今ラジオの収録関係なくヨーヨーやりたくなってきましたね。やっていいよ、全然やりながら収録していただいてマイクにシャーって音聞かせんの。でもさ、あのヨーヨーの音ってめっちゃ響くんだね。おう、すごいさ、シューシューって練習してる音が後ろから聞こえてきててさ、ヨーヨーの音って風流なりって思いながら聞いてた。何そのなんか心が安らかみたいな。あ、ヨーヨーの音って季語にならんかねって思いながら、え、そんぐらい音するやんって思ってた。いやでも結構音するん、するする、なんかすごい、なんて言うんだろう、なんとも言えないヨーヨーの音っていうのがあるんだよね、なんかね、大会とかでも、その公民館とかさ、体感とかでやるじゃない、すごい音響くの。そうだよね、だって一人二人でもあんだけ聞こえるってことは、ヨーヨーの音めっちゃ集まったら相当だろうなって思ってた。相当だと思う。うわー羨ましいな。でも梅酒のヨーヨーってあんまり音しない？ハイパーヨーヨーだからな。ハイパーヨーヨーとまたあのね金属のヨーは音が違うけど、どっちもね多分響くには響く。するんだ、うん、面白いな、やっぱ風流だな。なんか、ね、めっちゃヨーヨーの話しちゃったけど、ね、あのステージの感想に戻ってくださいって。ごめんなさい、ごめんなさい。あ、じゃあ僕、そうね、僕のステージの感想は言ってください。やっぱ時間足りなかったなって思うとこあるんだけど、その理由の一つとしては、結構やっぱさ、小さい子たちもコロコロキッズ、現役コロコロキッズが見に来てくれてて、あのセンターエリアはみんな親御さんと一緒で、なんかね、声優っていう存在が、分かってること、もしかしたら分かってない子もね、いるかもしれない中で、声優というものが、そう、なんか同じ声してんなぐらい。やばい、それでもそうであってほしいかも、逆に、なんか同一視されると発言が怖い。どうしよう、だって癖とか言ってん。大丈夫かな、お母さん。あ、お母さんじゃないか、ママか、ママプニルが癖って言って。ごめん、
癖って何？ママとパパに偉大なるね、その多大な、なんだ、進路をかけることになるかもしれないね。確かに癖っていうのは、そのフェチって言ってフェチズムという言いまして、いやあんまりね、だってこういうラジオとかね聞かないでほしいもんね、逆にね。そうだね、中の人ってなんだろうって。でも私いつから結構なんというかアニラジ好きだった時期あるよ。あ、ちっちゃい頃に、うん、おあるある。まあ小学生の頃だったのかもしんないんだけど、うんうん、アニラジってなんておもろいんやろう、中の人ってなんておもろいんやろうって思った記憶があるから、うんうん、やっぱおもろいというのはいいことなのかもしれないね。そうだね、うん、なんかねちょっとワクワクするしね。見て、私あの目悪くてカンペ見えないんだ今日。ね、あ、なんか梅氏も目悪いの今日。もうそろそろ次の質問に行こうか。そうだね、僕はわざと、ねえ、もっと話したかったから、ね、それわかるよ、うん、でもね、いっぱいメールもらってるから、ね、メールも読みたいね、はい、ということで続きまして、次のメール、ラジオネーム近下圭人さんからいただきました。ありがとうございます。ラジオ配信&アニメ化おめでとうございます。ありがとうございます。去年の12月からぶち上がったテンションが降りてこないままこの時を迎えることができ喜ばしい限りです。一番最初に PV を拝見させていただいた時からと言いました。小太郎本人とプニル本人かっこ本スライムが話してる可愛いとお二人がめちゃめちゃにハマり役で感激しました。 ありがとう。お二人への質問ですが、プニルの変身の中でこれが一押しというものありますでしょうか。来た。これはさ、ちょっとこの手元にあるものから選ばせていただいてもいいんじゃないでしょうか。実は我々の手元には、はい、このプニルは可愛いスライム1巻から6巻を特定の書店さんで手に入れていただくと、はい、特典としてね、うん、手に入れられるカードがあるんですよ、はい、ここに5種類あります。もうキラキラしております。梅氏はどのカードを選びますか。いや、これ究極の選択よ。いや、まずい。これはちょっと選べん可能性は本当にある。うん、いやでも一個がいいよね、やっぱ。そんなん全部って言い始めたら逆におもろくないもん。そうだね。ちょっとここで時間をロスするわけにはいかないんですけど。そうですね、じゃあ僕はカビプニルかな。そうなの、上司はわかる、うん、カビプニルを選んでくれると思った。なぜなら私もカビプニルを選びそうだからね。お、でもでもあえていく、私は悪いプニルにする。お、悪いプニル、いいね。はもっと出てきて欲しかったって思うぐらい、なんかプニルの裏の姿みたいなところあるじゃん、うんうん、その、そうだね、悪い、可愛いを煮詰めたのがプニルだとしたら、うん、そのプニルの負の感情を煮詰めたのが悪いプニルみたいな存在なわけで、うん、私結構悪いプニルの演じるのすごい楽しかったの。あ、楽しそうだった。本当に楽しかったの、うん、なんかもうこれもね、何話かのネタバレに、あ、これがネタバレだよ、これがネタバレだこれがネタバレ、なるほど、これが、これ木が来たらね、語りたいことはたくさんあるんで、うん、カビプニルもね、やっぱいいよね、姿形が。いや、皆さん、もう本当にネタバレじゃあします。あの、カビプニルの、あの、お芝居、最高だったんで。ありがとうございます。もうカビプニールだ。ありがとうございます。なんなら あのもうカビプニールを吹き込んでる時のユウさん あの立ち姿もなんならカビプニールっぽくなってた。猫背だったでしょ。猫背になって、いや本当に、あ、もう私なんてって思いながらやってましたから下ろしてやってましたから、すごかった、ぜひ聞いていただきたい ね、うん、これちょっと一個だけ気になったことがあって、なになに、悪いプニールさ、うん、体の模様なんか癖感じるんだよね。わかる、それなの。これ大丈夫、今何分、うん、ちょっと待って、ちゃんとね時間を計ってはいるの私。あ、まだ1分くらいあげるから。このさ、なんかこの模様、刺繍ではないわ、刺繍というか、うん、タトゥーというか、うん、タトゥーシールみたいな、このなんていうの、体のさ、鼠径部に沿ったなんというか、良くないよね、これは。本当に良くないと思うよ。僕が振っといて、確かに、うん、そうなんだよね。いや、そうな、このさ、あとおへそのさ、形もなんか星っぽくなってるくない？本当だ。で、上のさ、その、おへその上にあるその、これ、マジ、良くないよね、本当だね。良くないよね、この胸元、良くないよね。すごいね、これね、やっぱり。ほんで、太ももにも。本当になんか、大丈夫？
かな。ちょっともう一個だけ言ってもいい？え、いいよ、大丈夫。丸いプニルとさ、もう一瞬で終わる、うん、カビプニルこれ並べるとさ、うんうん、カビプニルのそのな足の壁すごい感じ。うわ、ほんとだ、太さえぐ。これもう前田くん先生の全てが詰まってるんだな、やっぱ。ほんとだ、カビプニルちょっと肉肉しいんだな。肉肉この辺にしとこうか。この辺にしとこうね。この辺にしておこうか。そうだ ね, ね。まずいか。これはネタバレなのかな。いろんなコロコロキッズが聞いてるかもしれないから。それだよね。ちょっとまだね、まあ、夜か、夜配信かな。大丈夫か。まあまあ大丈夫だ。そうだよね。大丈夫だ。次行きましょうか。はい。ありがとうございました。ありがとうございましたね。次よね、次。はい。ラジオネーム短すぎる猫さんからです。ありがとうございます。さあさあ、梅田さん、こんばんは。こんばんは。ラジオ開始おめでとうございます。アニメ放送が近づいてきて、とても楽しみで、仕事が手につきません。うん、自分の推しであるさっさは幅の広い演技をなさるので、どんなプニルを演じてくれるのかととても楽しみです。そこで質問なのですが、お互いのこんな演技がすごいなと思うところを教えてください。いやー、いっぱいあるな、こんな。いや、もう僕もだってそんなこと言ったらプニルの数だけすごいし。いや、そう、ありがたいことだよね、これは。本当にプニルだからこそみたいなところあるもんね、うん、でもそのね、あの短すぎるさんの言う通り、うん、あの幅の広さがえぐい。ありがたや、ゆうさんのね。ありがたや。なんかやっぱりあの今まで演じてきてきたあの経験値みたいなもので、うんうん、こう活かせる時ってあると思うんですけど、うんうん、ユンさんはその幅を超えている気がする。嬉しい。いや、本当に。でも本当にね、やっぱその癖を大事にしてるからなのか、自分の中で生み出したアイディアとか、なんだろうな、解像度がすごい、毎回こだわりを感じて。わかる。これはね、そうなの。前田くん先生が、やっぱそのさっき言った通り、うん、もうフェチズムに対しての熱意というか、なんだろう、隙のなさ。やっぱそこに、なんだろう、尊敬、ほんとリスペクトしかなくて、うんうん、だからこそ、まあそれを超えることはできなくとも、120% で表現したいという気持ちは多分誰にも負けないと思うね。それはありがたい。伝わってるようで。本当に。本当に。私逆に梅氏はさ、小太郎は、まあ、唯一の おそらくマジね苦労人キャラ常識枠枠かな、なわけじゃん、うん、ツッコミ。そうだね、多分小太郎がいなかったら回らないじゃん。そうだね。でツッコミのさ、その勢いとか種類とかも当たり前にすごいんだけど、お、ありがとう。私が演技する上で一番最初にぶつかった壁が、自分自身の声質を生かした演技。今でこそプニルは割とそこに到達点というかさ、そう、すごいありがたいことにきっと成長したんだろうと思えるんだけど、最初はその自分の声のまま演技するっていうのが私一番実は難しかったの。なんて言うんだろう、これは私なのかキャラなのかが分からなくなるの、自分の声すぎて。分かるよ、うん。え、これはさ、さすがに自分すぎないみたいな悩みを生んでしまったの、それで。で、そのなんだろう、壁を越えられないというか、キャラなのか私なのか、私がそんなに顔出していいのかみたいな悩みが最初結構あって、そのね、なんかこう、折り合いというか演技の、うん、なんだろう、多分きっとそれも成長なんだけど、演技、自分の声での演技っていうところに結構重きを置いてきた何年かだったんだけど、梅氏は割と軽々とそれをする。それが本当に羨ましかった。私は聞いてて、なんか梅氏って小太郎だし、小太郎って梅氏だし、でも全く別人だし、ま、だから梅氏って小太郎に声似てんだなって。小太郎と梅氏が似てるとこって声だなって思ったの。ありがたい。私はそれは結構深い理由だったんで、それはね、その、あの、おもろいと思ってもらったかもしれないんだけど、うん、そのおもろいだけじゃなくて、私的にはその自分の声帯を使ったままキャラを演じられるっていうのは結構声優として憧れだったから、うん、羨ましいなって、すごいなって思ってた。おー、すごい、ありがとう。なんかすごい真剣にの、うん、いい話しちゃった。でもやっぱお互いあのなんか逆のいいことを思ってた。いや、わかる。ですね。へへへ。オードリーみたいな。
じゃあ次のメール行きましょう。はい、行きましょう。ありがとうございます。ラジオネーム K 君さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。笹原さん、梅田さん、こんばんは。こんばんは。ペニールとかわいいラジオ配信開始おめでとうございます。とっても嬉しいです。ありがとうございます。自分は原作漫画ミリシュー勢なので、ラジオを通してプニルは可愛いスライムの知識とワクワクをアニメ放送までに高めていければと思っています。さてこちらのラジオは毎週金曜日の21時に配信されるということで、週末の楽しみが一つ増えて大変ハッピーなのですが、お二人はこれがあることで毎日のお仕事が頑張れるんだよなぁというものやことはありますか？なるほど。プニルと可愛いラジオでこれから可愛いお話が聞けるのをたくさん聞けるのを楽しみにしていますということでいただきました。ありがとうございます。わっいいね、うん、確かにこれがあるとハッピーにお仕事できるってやつか。あれいやあるよ、あるいやいろいろ今ぽわーって浮かんだから。いや私さ逆にどうなんだろうな、どういうものやことっていうとパッと思いついたのは、私は結構ねリップなんだよね。お、いいね。なんかコスメが私めっちゃ好きで、お化粧が好きなんだけど、なるほど。中でもやっぱさ、まあ喋るわけで、喋るのと口元って切っても切れなくて、うん、で特にやっぱリップってさ、こうお化粧だけじゃなくて、そのね、うん、意外と滑舌に関係するみたいな。そうなの？なんかね、例えばこう保湿力の高すぎるリップだと、うんうん、魔行がめっちゃ言いにくいの。え、それちょっとすごい発見だよ。マミムメモがめっちゃネチャネチャするの、口が保湿されてるせいで。なんかこう潤いがありすぎて、ま、そう、なんかね、あのぷっくりしすぎてるとマミムメモの発音がちょっと変わるのよ。はい、水分量なんだと思う、唇の、うんうんうん、だからいつも練習してる感じと違うからまで噛みやすくなるんだよね、マミムメモでね。だからこのリップはちょっと使えないわ現場ではみたいなのがあったりするの。それをねちょっと最近気づいて奥が深いなって思って、それを踏まえてリップ選ぶのちょっと楽しくて。ちょっとそれは声優ならではだから、なんかちょっと企画化した方がいいと。え、あるよね、私ちょっと気づいちゃったかもって思ったの。でもマットリップすぎると乾きすぎて、逆にサシスセソとかのなんか唇すり合わせなくても言えるけど、潤いはあった方がいいよねとかのがなんかね破裂音になっちゃうというか、かきくけ子とか、うん、がなんかちょっとパサつきがち。あ、それこそパ行とか、パ行、うん、あの破裂音になりがち、マットリップすぎると。すごいな。そう、それはねすごい最近発見かも。ちょっと声優リップ発明するか。ちょっと発明するか、これ声優リップクラファンしてみた。あ、ありかも。プニファン、プニファン、プニファン、みんなで、あの、作りませんかって。もうそれでね、いけるかも。ファンク、ファン、あ、ちょっとお腹がめっちゃなっちゃった。あ、大丈夫。でもね、喋りすぎるとなるね。なるからね。あの、返礼品で、あ、ここにお菓子いっぱいあるんです、実は。そうそうそう、うん、あの、食べながらやっていいからね。はい、というところでね、あと3分だからね。うわぁ。梅酒が幸せなものは何？でもさっき、あの、ちょっと一個だけリップについて、うん、あの、さっきリップで、おいいなって言ったのは、うん、あの、僕全然、やっぱ使わないし詳しくもないんだけど、あのメイクさんにさメイクしてもらう時とかってさ、はい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 、メイクとかバーあるじゃん、うん、なんかこれ正直な感想ね、うん、あの塗ったらもう塗った色じゃない、うんうんうん、とかあのコスメだってそう、うん、だけどなんかあの混ぜる前のさパレットがすごい凝ってたりとかさ、そういうの見るとうわめちゃめちゃなんかコレクター欲湧くなこれと思って。めっちゃわかる。そうなの、コレクター欲なのよ。よくないのよそれが。もう本当にかさむかさむ。本当にね、もうおすすめはしないけど欲しくなっちゃうよね、あれキラキラしてて可愛くて。いや本当に、だからリップもさなんかわかんないけど、あの 箱というか何外装が可愛かったりかっこよかったりさ、うんうんうん、そういうのを見てて、あのこれはあの全女性の方に、うん、もう男子って結局言われちゃうかもしれないけど、うん、ヨーヨーと似てるなって。梅氏は
ヨーヨーだね、やっぱヨーヨーがキラキラした色がいっぱいあるな、はい、形もいっぱいだ。そうなのよ。だってプニルカラーあったら欲しくなるでしょ。なる。そういうことだよね。買った買った、プニルカラーのヨーヨー。そうなのよ、もう本当にわかるよ。キラキラしてるものっていいよね。なのでね、それが僕のお仕事ですね。ハッピーですかね。いいお仕事に毎回ヨーヨー持ってってる。うん、すごい、お守りなんだ。お守りだし、あの空き時間にね、気分転換できるしね。なるほどね、めっちゃいいね。いやいや、ありがたい。いや、ありがたい。いろんなお話が第1回からできましたけど、はい、皆さんお便りたくさんありがとうございました。ありがとうございました。あ、お腹がちょっと食べようかな。あ、そうだね。じゃあエンディングいっとくね、はい、というわけでテレビアニメプニルは可愛いスライムのラジオ企画、プニルと可愛いラジオ紹介もなんとお別れの時間となってしまいまし た, した。笹原さん、いかがでしたか。僕のヘルフラ、ムシのとこ読んでるからね、大丈夫、食べてていいからね。いかがでしたか。本当にね、第1回から梅酒がプニってるところをお伝えできたんじゃないかな。梅戸雄一郎です。梅戸雄一郎さんが、ね、あのゲストで来ていただきましたけれども、はい、いや本当にあのこれから全何回とは明記してないからね、一生やる可能性もあるんですけど、うん、でも国民的アニメみたいに。あ、そうだね、第45,999回みたいな。もう僕たちは何歳になっているのか、スタッフさんも何歳になっているのか、19歳N回目になってるんだろうな。 N 回目です。そう、あの私もプニル楽しみにしていまして、まだ我々は第1回をね迎えてない、まあ、みんなも迎えてない世界線にいるわけですから。そうだね、一緒にみんなとこれから語り合えることがすごい楽しみですね。そうですね、もう本当に。海氏はどうですか、うん、いやもう早く見てほしいし、多分プニールを見たら、それこそさっきのね、あの話題じゃないけど、うんうん、プニールが多分毎日の毎週のハッピーになる。そうだね、ね、と思いますし、間違いない。それはね、あの現役コロコロキッズのね、みんなはぜひ学校でプニールのね話してほしいし、何プニールが好きだとかとか、もう スライムね、うん、あの遊んでほしいね、遊んでほしいし、うん、あのね、現役かつてコロコロキッズだけど現役コロコロキッズの皆さん、そうだね、にはあのね、やっぱこの少年心を取り戻してほしい、少女心を取り戻してほしいなと思います。そうなん、どんなに大きくなったって心はコロコロキッズなんだよね、うん、そんな時のためにプニルたちがいますから、ね、そうですよ。それでは最後にプニカワインフォメーションコーナーということで、はい、プニルは可愛いスライムの最新情報をまるっとつるっとお届けします。お願いします。プニルは可愛いスライム第1話 I hate you and I love you は、うん、テレ東系列にて10月6日日曜日23時45分からの放送です、はい、お楽しみに。そしてアニメ公式 X アカウントにて変身プニルクイズを開催します。おプニルはいろんな姿に変身するのですが、はい、1話では一体どんな姿に変身するんでしょうか。おということでね、なんかねシルエットが多分出るのかな X で、はいはい、それでちょっと正解したり、まあ、不正解だったりっていうのを楽しむみたいな企画があるみたいなんですけれども、応募した方にはなんと豪華プレゼントが当たるかもしれないということで、なんだろう、詳細はアニメ公式 X アカウント、まあ、プニルコロコロというね後幕であるので、そちらでね検索していただけるとと思いますが、放送前日10月5日に公開されるということです。皆さんの参加をぜひぜひお待ちしております。はい、じゃあ原作情報読んで、はい、それでは原作情報です。小学館週刊コロコロコミックにて連載中のプニルは可愛いスライム最新コミックス第6巻が好評発売中です。可愛可愛い透明カバー仕様の特装版にはアクリルキーホルダーもついてきますので、こちらも要チェックでございます。この特装版のカバーえぐいよね。毎回えぐいんだけどね、今回もね、特装版のさ、はい、表紙さ、イヤバな壁、え、見た、え、これはでもあの特装版じゃない、あのその通常版といいますか、めちゃくちゃ可愛らしい、あの健全なもの、いや全然特装版も健全なんですけど、多いですね、全然あのもう本当どちらでも、まあ、どちらも手に入れていただきたいなと思いますよね、うん、はい、あのね、もうあのぜひ現役コロコロキッズのみんなはお父さんにお願いしてみるといいかもしれないですね。多分お父さんは落ちるから余裕で買ってくれると思います、うん、お父さんは多分もう一個こっそり買ってると思います。
そしてテレビアニメスタートを記念して対象コミックスを購入するとプニルの可愛いカードが1冊につき1枚もらえるキャンペーンが開催中、うん、対象店舗キャンペーン期間はコロコロコミック公式サイトコロコロオンラインにてご確認ください、うん、めちゃくちゃ可愛いし今ね先ほど話したこのカードがね手元にあるんで、はい、ぜひ皆さんも手に入れてください。はい、さてプニルと可愛いラジオは毎週金曜日の夜に配信していきます、はい、次回の放送は10月11日お便りコーナー僕の誕生日です。そうだこれはもうお便りだよみんなお便りコーナーにねどしどし投稿してくださいぜひ、はい、それではまたお会いしましょう。ここまでのお相手はプニル役の笹原優と小太郎役の梅田修一郎でしたと梅田修一郎でした。バイバーイ、バイバーイ。ゲストだからね、ゲストだからね、そっか梅田さんはね梅田さんはね